太宰治作松商船のその小さい駅に私は毎日人をお迎えに参ります誰とも分からぬ人を迎えに 市場で買い物をしてその帰りには必ず駅に立ち寄って駅の冷たいベンチに腰を下ろし買い物かごを膝に乗せぼんやり改札口を見ているのです上り下りの電車がホームに到着するごとにたくさんの人が電車の戸口から吐き出されどやどや改札口にやってきて一様に怒っているような顔をして パスを出したり切符を手渡したりそれからそそくさと脇目も振らず歩いて私の座っているベンチの前を通り駅前の広場に出てそうして思い思いの方向に散っていく私はぼんやり座っています誰か一人笑って私に声をかける お,お怖いあ,あ困る胸がドキドキする考えただけでも背中に冷や水をかけられたようにぞっとして息が詰まるけれども私はやっぱり誰かを待っているのです一体私は毎日ここに座って誰を待っているのでしょう どんな人をいいえ私の待っているものは人間でないかもしれない私は人間を嫌いですい,いえ怖いのです人と顔を合わせて「おかわりありませんか寒くなりました」などと言いたくもない挨拶をいいか減に言っていると なんだか自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持ちになって死にたくなります。そうしてまた相手の人もむやみに私を警戒して当たらず触らずのお世辞やらもったいぶった嘘の感想などを述べて私はそれを聞いて相手の人のケチな用心深さが悲しく。 いいよよ世の中の人というものはお互いこわばった挨拶をして用心してそうしてお互いに疲れて一生を送るものなのでしょうか私は人に会うのが嫌なのです だから私はよほどのことでもない限り私の方からお友達のところへ遊びに行くことなどはいたしませんでした。家ににいて母と二人きりで黙って縫い物をしていると一番楽な気持ちでした。けれどもいよいよ大戦争が始まって周囲がひどく緊張してまいりましてからは 私だけが家で毎日ぼんやりしているのが大変悪いことのような気がしてきてなんだか不安でちっとも落ち着かなくなりました身を粉にして働いて直接にお役に立ちたい気持ちなのです私は私の今までの生活に自信を失ってしまったのです 家に黙って座っていられない思いで、けれども外に出てみたところで私には行くところがどこにもありません。買い物をして、その帰りには駅に立ち寄って、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰掛けているのです。どなたかひょいと現れたら、という期待と、ああ。 現れたら困るどうしようという恐怖とでも現れた時には仕方がないその人に私の命を差し上げよう私の運がその時決まってしまうのだというような諦めに似た覚悟と。 その他様々のけしからぬ空想などが異様に絡み合って胸がいっぱいになり窒息するほど苦しくなります。生きているのか死んでいるのかわからぬような白昼の夢を見ているようななんだか頼りない気持ちになって駅前の人の往来のありさまも望遠鏡を逆にのぞいたみたいに 小さく遠く思われて世界が真となってしまうのですああ私は一体何を待っているのでしょうひょっとしたら私は大変みだらな女なのかもしれない 大戦争が始まってなんだか不安で身を粉にして働いてお役に立ちたいというのは嘘で本当はそんな立派そうな口実を設けて自身の軽はずみな空想を実現しようと何かしら良い機会を狙っているのかもしれないここにこうして座ってぼんやりした顔をしているけれども 胸の中では、ふらちな計画がチロチロ燃えているような気もする。いったい私は誰を待っているのだろう。はっきりした形のものは何もない。ただ、もやもやしている。 けれども私は待っている。大戦争が始まってからは、毎日毎日お買い物の帰りには駅に立ち寄り、この冷たいベンチに腰をかけて待っている。誰か一人笑って私に声をかける。おお、怖いああ、困る私の待っているのはあなたでないそれでは一体私は誰を待っているのだろう 旦那様違う恋人違いますお友達嫌だお金まさか亡霊嫌だもっと和やかな 明るいい素晴らしいものなんだかわからない例えば春のようなものいや違う青葉五月麦畑を流れる清水やっぱり違うあけれども私は待っているのです胸を躍らせて 待っているのだ。目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない、これでもない。私は買い物かごを抱えて、細かく震えながら、一心に、一心に、待っているのだ。 私を忘れないでくださいませ。毎日毎日駅へお迎えに行っては、むなしく家へ帰ってくる二十歳の娘を笑わずに、どうか覚えておいてくださいませ。その小さい駅の名はわざとお教え申しません。 教えせずともあなたはいつか私を見かける。